ビファーレン長崎の初代キャプテン、宮崎慎吾君です。よろしくお願いします。よろしくお願いします、突然国見 FC でやってる時に県の2部だったと思うんですが、はい、さあプロチームを作るぞっていうのでみんなに相談をしたかと思うんですが、その時はどんな選手としてどんな気持ちだったでしょう。そうですね、選手としてというよりまずこう国見時代から、キャプテンとして、植木壮さんと国見 FC 時代からずっと二人三脚で来て、それからの相談だったんで、まずどうしようというより、自分たちはもう、まあ、植木壮さんたちから、もう言われるがまま、もう全然気持ちがどうのこのというよりはもう言われたらしますよみたいな感じで、けどやっぱり実際こう有明、島田さんとか西有さんとか、一緒にこうしようとなった時もいろんなこう問題が出てきたんですけど、でもみんなの心はやっぱこうやってみようというのが一つになったところで、やっぱ西有さんと有明と、まあ、国見となったんですけど、まあ、選手としてはもう全然やってやろうという気持ちはありました。はい、じゃあ一番やっぱりこう選手がこうシャッフルされて、行ったり来たりっていうのが出てきたのが一番なんか仲間が離れたりくっついたりのところが一番大変だったのかな。そうですね、やっぱ国見市、まあ、みんなと一緒にやってきたんで、できるならやっぱこうみんなと一緒にやりたかったんですけど、やっぱ人数も増えてくればそういうわけにもいかなく絶対勝てなきゃいけないっていうことなんで、やっぱそこはこう本音は一緒にやれなかったんですけど、まあ、実際はそういうことでいいかな、まあ、でもそれはそれで下に行ってでもみんながこう協力してくれて、一緒にやったらやったでこうみんなが協力、やっぱ一つになったなということは感じました。で、まあ、ビファーレンとして動き出して、それこそ農家をしながら九州各地を転生してもらったり、いろんなことを大変なことがあったと思うんですが、どのあたりが一番面白かったり楽しかったりしたですか。そうですね、楽しかった実際本当ないですやっぱり苦労の方が、やっぱ実際もう社会人で自分もほら、いちご農家なんで、やっぱ仕事しながらのやっぱそういうのを目指していくっていうのは本当に大変なんですけど、やっぱりこう面白いっていうのは実際こう1年終えてみて総合的にやってみてやっとこう実感がこう、あ、こういう経験をさせてもらってよかったなというのは一番思いました。宮崎さんほらいちご農家だから、いやって言ったらやっぱりキャプテンというものの、あの大変さ、あの実際は自分もサッカーを目指すために自分をフィールドでこうプレーするためにやったんですけど、それよりメディアの対応というのが嫌で、本当は本音で嫌で、自分も口下手やしセロセロ言われてしたんですけど、もうそっちの方が頭いっぱいで、プレーなんてもう全然全く定まらない、それが嫌って言えば嫌かった。ああそうか、もうそこをもういつも思ってました。突然マスコミが来だしたもんね。そうですメディアは本当すごかったです。でもみんながそうやって頑張ってくれたから今のビファーレンがあると思うとですけども、このビファーレンって今後のこうビファーレンに対して期待するようなことがあれば、やっぱ、まあ、15年前から、まあ、初代からみんなこう頑張ってきて立ち上げたんで、もうせっかくなんでも J2 なんで、やっぱ J1、まあ、上位クラスの方にこう、まあ、優勝、 J1 でも優勝を目指して頑張ってほしいなと思います。はい、ありがとうございます。すいません、お疲れ様でした。